はい、バックハンドボレーでボールを切ってしまうボールを打とうとする力が回転に変わってしまうという方へ動画をお送りしたいいと思います片手のバックハンドボレーでよくありがちなのがボールを飛ばそうとするもののコンチネンタルグリップで持ってますのでボールの下側をこすってしまいなかなかボールに力が伝わらないボールに回転がかかりすぎてしまって切ってしまうというケースがよくあると思います。 でですのでそのような方を対象に動画を解説していきますまずボールを切ってしまう方の多くの原因として大きく2つ挙げられます。まず1つは肘から先ここの力でボーールを打とうししてしまうケースそしてもう1つはやはり面が上を向きすぎてしまい当たる前から面がボールの下に向かって入っていってしまうそのような大きく2つが 原因として考えられますまず一つ目のケースは肘から先のこのような動作で切ってしまう方は力を生まれるポイントが肘から先ここの動きで力を生もうとしているのが大きな原因になりますまず肘から先でボールを飛ばそうとしてしまう方このような方はやはり体全体でボールの力を受け止めるように意識しましょう 目の前に大きい壁があるつもりでこの壁を今はおそらくここの力ここの力で一生懸命押そうとされていると思いますですがこれですと力が弱くなってしまい力の動く方向もずれてしまいますのでこの壁を体全体で押すように意識しましょう体全体の地面を蹴る力が肘からしっかりボールに伝わるような姿勢を作ってください はいこのような感覚でボールが来た力を体全体で受け止めるようにしましょうそして体の姿勢ができたら今度はインパクトの形を意識してみてくださいインパクトの形は面が上を向きすぎてはボールの下を切ってしまいますので。 基本的にはできるだけフラットに近い形まっすぐボールに対してまっすぐに近い形で意識しましょう整理するとまず体の姿勢を大きい壁に対して肘で押せるような姿勢を作るそしてインパクトの形をフラット面を上に向けすぎずフラットに近い形で作るようにしてみてくださいそして体で押す力が 肘からラケットにしっかり伝えられるような形この形を意識するようにしましょうはい、練習の方法としてはまず素振りで無意識に構えを作った時にもこの姿勢が作れるようにしましょうそしてこれができてきたら簡単なボールを出してもらいその時に まず当てるだけボールの力を簡単に弾き返すだけというイメージで構いません決して強くボールを打つ必要はありませんのでまずインパクトの形この形をしっかり作れるようにしましょう体がしっかり肘から力が伝えられるようなイメージになっているかそしてもう一つは面が上を向きすぎずフラッとボールに対してまっすぐに近い形で入って体の力をしっかりボールに伝えられるような姿勢になっているか はい、ボールが来たらまずこの形を作ることを意識しボールを打ち終わった後にこの形ができているかこの形をきちんと作れているかといった点を確認していきましょうこのようにして少しずつ片手バックハンドボレーを練習していってくださいこれで今回の動画は終わりりになりますありがとうございました。